こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。この記事は、あなたのライフスタイルを変えるきっかけになるかもしれません。満員電車に揺られて、毎日長時間働き、休みの日には疲れて食ったり、それだけ働いているのに老後の不安がのしかかる。ほとんどの日本人はこんな不安と不満を抱えているのではないでしょうか。理想を言えば、将来の不安をなくして、好きな時に、 ゆっくりと旅行を楽しむ。それぐらいの稼ぎが欲しいと思いませんか私は自分で稼ぐ力をつけて好きな時に好きな場所で暮らしたい。そう考えて実現しました。今、日本はゴールデンウィークですけどね、えー、私は先週から、えー、シドニーに来ていますで、ねえー。以前、シドニーでワイン会をやってたワイン仲間と、えー、ワイン会なんかを 開いたりしてね、えー、楽しく美味しい時間を過ごしてます。まあ今までね、えー、旅行は結構してきましたで。サラリーマンだった時代はね、今みたいゴールデンウィークとかまあそういう時しか旅行できなかったんで、まあ、高いお金を使ってね、えー、旅行するというのが当たり前だったと。まあ、ただ今はね、えー、そういうゴールデンウィークとか夏休みとか、ねえー、年末年始とは関係なく まあ安い時に旅行行ってますしね。長い期間で旅行するんで、以前より安くゆったり旅行できるようになった。それもこれもね、日本のパスポートはビザいらずでほとんどの国に長期滞在可能という恩恵に預かってるからなんですけど、まあこういう恩恵もね、その海外で暮らしながら稼げるというスキルがないと全く役に立たないと。 で、そういった中でね、私は、まあ、以前から大好きだった、この物欲、ね、いろいろくだらないものね、こう、小さい頃、中学生ぐらいから買いまくってましたしね、大人になったらより加速して買いまくってました。ところがね、幸いだったのは、大人になってからはね、ヤフーオークションというのができましてね、無駄遣いして買ったものを売る、 場所ができたと。これ、ドラえもんの道具の中でね、えー、ちょうどそんな風な道具があるんですけど、ドラえもんの道具が現実になっちゃったというのがね、えー、ヤフオクです。で、買ったものをね、えー、普通使って売ると安くなります。あるいはね、えー、買ったものが使っちゃうともう売れないとか、ね、えー、いうのが普通でしたけど、ヤフオクを知ってからはね、買ったもんでも使って高く売れるものもあるんだと。あるいはね、 買ったものをね、使わず、売るとすごい儲かるんだというのにね、えー、気がついて、まあそれをかなり、えー、実践してきました。何しろね、買って売るというのがね、えー、好きな人でも、えー、自分が欲しいから買って売ってると、ねえー、儲けんなら好きだけど、 買い物あんま好きじゃないという人がね、えー、大体この転売ビジネスやってる人の中の、えー、大部分なんですけど、私の場合はもう逆でね、う買うのが好きで、まあはじめその支払いができないんでね、やむなく売ってたというような、えー、ことがあります。ですんでね、えー、商品探しなんかでも、その、私だったらこういうもんが欲しいかどうか、何しろね、えー、無駄遣いする人代表みたいな感じなんでね、まあ自分の目線で、まあこれなら高く買うなとか、 まあこれ安くてもいいいらないなとかか、えー、うのが分かりますそのおかげでね、えー、このサポートをしてても、まあ、儲かる商品を見つけるサポートがしやすいというのがあるんでね、えー、多くの場合、まあ、転売始めようとね、ね儲かる商品があんなん分かったって言って始めるんですけど、その儲かる商品探しでつまずく方が多いです。で私の場合は何よりその儲かる商品探しのサポートがうまいというのをね、 えー、この転売アカデミーのサポートの売りにしてますんで、えー、今だったらオーストラリアで売って儲かるもの、あるいはアメリカで売って儲かるものをね、えー、日本、あるいは人によっては中国から見つけて売るというのをサポートしてます。まあ、このゴールデンウィークにね、この転売ビジネス、ね、Amazon 輸出、えー、始めると、 私のように、まあ、将来好きな時に旅行できるとか、あるいはね、えー、そこまで行かなくても、まあえー、好きな時に年1、2回、えー、今までより長めの旅行に行くとか、エコノミーじゃなくてビジネス、あるいはもしかしたらファーストクラスで旅行できるとか、まあ、それだけの、ね、余裕ができる可能性が非常に高くなりますんで、まあ、ゴールデンウィーク、 ね、混んでる場所を旅行行くのは嫌だなということでね、えー、時間があるんであれば、まあ、この機会に Amazon、えー、輸出、えー、覚えてみてはいかがでしょうか。まずはこちらをクリックして、えー、オーストラリア Amazon 輸出サポート申し込みページを見てください、えー。ダイソーでね、100円で買って10何枚で売れる商品とか、えー、日本商品で eBay で高く売れてる例なんかを載せてありますんでね。 まあ、それなんかを見て、あ、こういうのが高く売れるんだというのをね、えー、実感して、えー、見て、まあ、申し込んでみようかなと思ったら申し込まれたはいかがでしょうか。えー、そんな形で、まずはここをクリックしてください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。